せっかくだったらただねカメラの前に DJ ブースがあってこう DJ してるだけでも面白くないなと思ったから富士山の方とか行ったりとか静岡の海沿い行ったりとか、うん、なんかそういうなんかえこの人 どこ行ってんのこの人っていう。4月の1日から緊急事態宣言の第1回が発令するっていう。でまあその時に寅さんから連絡もらって、まあ、緊急事態宣言で店を解除されるまでもうどんぐらいの期間か分かんないけどとりあえず閉めなきゃいけないっていう連絡を受けて2020年2021年のプランがある中で組み立ててたものがまあ一瞬に壊れて、そもそもホームグラウンドであるアトム東京が閉まるってなった時にじゃあトラさんで曲とか作ってるけどどう発信して、まあ、どういうこの時代を生き抜く戦略を立てようかってなった時にいろいろと SNS を中心に海外の DJ を見てたら、まあ、ちらほら、配信で、まあ、DJ してる DJ がいてこの業界って本当にちょっと DJ しなくなって名前聞かなくなったらやっぱりお客様に忘れられてしまって今までこう積み重ねてきたものが全部パーになるのはと思って寅さんに3月の末ぐらいにちょっと寅さんも現場今開けたくてもないからインスタのライブ配信とかやりませんかねっていうのを相談したんだけどやっぱり寅さんなんて20年以上現場で活躍されてた方だから最初多分ねピンとこなくてライバーじゃないし、まあ、やんなきゃいけないのは分かってるんだけどなんかその距離感だったりとかなんかどういう風にやっていいか分かんねえからなみたいなあんまりいい返事はもらえなくて、まあ、そんなことよりもこの近年いろいろな好成績を残してきて本当に次から次へといい話が舞い込んでいく中でここで勢いを止めたら本当に寅さんどころかチーム全体がやってきたものが全て終わっちゃうなと思ったから、まあ、そこはちょっと寅さんといろいろ話してじゃあ4月の1日に、まあ、アトムでいろいろ配信やろうってことで、まあ、大地さんに協力してもらったりかやさんに協力してもらったりっていうところで、まあ、DJ 複数でまず分かりやすい配信をアトムを使ってこうやったんだよね。せっかくだったらただねカメラの前に DJ ブースがあってこう DJ してるだけでも面白くないなと思ったから富士山の方とか行ったりとか静岡の海沿い行ったりとか、うん、なんかそういうなんかえこの人 どこ行ってんのこの人っていう見て楽しむっていうかこんなとこでやってんだこの人っていうのもちょっとやってみたいなと思って、うん、そういうとここだわってたかもしれないね。インスタライブで初めやってたんだけど YouTube より結構1000人近い人が見てくれててそれが終わるとあの嘘みたいにフォロワーがこうピコ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 ってすげえ増えてくのよ。うわーなんか俺一気に売れた人みたいになってるみたいな大地さんと二人でってパン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 とか通知が来て多分配信やり始めて3000人ぐらいフォロワー増えたんじゃないインスタで。だからそれはねあとちょっとなのにとか言ってるところが面白いように増えたからそれはもうこの時期のおかげなのかなっていうのはあるけど今までやってきた配信そのじゃあ4月から夏にかけてっていうのは割とそのどんな状況であれロケーションありきの部分をスイッチングしてうまく見せてっていうのをみんなでチームでやってきたんだけど世界ではトゥモローランドがバーチャルフェスを成功させてまあ俺らもやっぱ同じことやってても飽きちゃうし成長もないから次はちょっとネオンマフィアとしてもコロナだからこそこうね吸収できるものをやろうってことで全くあんまりスキルもないのに見よう見まねでバーチャルフェス試みて制作期間多分2ヶ月ぐらいかけて、まあ、一発目を10月にやってあれは成功と言えるのか分かんない。俺の中ではめちゃめちゃ課題は残ってやっぱり俺らが思い描いてたよりは荒かったりとか、まあ、そのカメラカット割りのなんかバージョンが少ないんじゃないかとかいわゆるトゥモローランドとかウルトラとかのフェスのアフタームービーぐらいな、まあ、その体感度は求めてやったんだけど、まあ、やっぱり一発目からそううまくいくことはなくネオンマフィアっていうチームとしてそのクラブがない中でもクラブ DJ たちに違った形でこうショーをできるこう場を提供できたっていうのはまあすごいクオリティはどうあれ嬉しかったし実際の撮影はグリーンバックの前でまあやるんだけども、まあ、映像として出来上がった時に
やっぱりその大きなフェス会場で本当に部分部分で見るとフェスのアフタームービーみたいな世界観になれたところもあって、まあ、一発目を終えて、で、まあ、2回目また企業さんからも引き続き やりましょうって言ってくださったんで、まあ、1回目に出た課題、まあ、一番はその映像のクオリティの部分というところをまあ改善するっていうところで、すげえめちゃくちゃスペックが高いパソコンなんか 2,3 台借りて会社の廊下に並べて1個書き出している最中に1個やってとかを、まあ、うちのスタッフのケータとかも、もう本当に毎日徹夜していろいろやって、2回目はその一発目の一番の課題だった映像のクオリティっていうところがね、課題としてクリア。一言にまとめると、このコロナ期間だからこそ絶対にトライしたわけで、大変だったし辛い思いもいっぱいしたけど、まあ、本当にその期間じゃないと絶対得られない技術をまあ得れたから、そこはまた今プラスになってて、いろいろと今後クラブ業界に、この先まだコロナは引き続きついてどうなるかは分からないけど、まあ、いつまでもパワーアップすることを忘れずに、まあ、トラさんをはじめアトムのみんなとはこう一緒にダンスミュージック業界はこう日本各地で盛り上げて、やっぱり日本から世界へっていうコンセプトを忘れずにやっていきたいなっていうところですかね。アトムに今来てるお客さんとか EDM が好きなお客さんの層の人たちだと、ウルトラとか出てる人だよね、 DJ トラは。でトランス時代の人たちって、まあ、トランスやってた人だよねってやって、そこが配信同じチャンネルでトランスと EDM とかやってるとこう交わってきて、 EDM の人、これトランスって何なんだろう、こういうのもやあったんだとか、でトランスの人、あ、DJ トラってウルトラとかも出てんだ今っていうところが交わってきて、結構なんかトランスの人たちが今のトラさんが作ってる曲もいいねって言ってくれたりとか、トラさんが昔やってたトランスうちのお姉ちゃんとか聞いてましたみたいになったりとか、今なんか結構そういうの聞いてますみたいな、そこがなんか点と点がつながったみたいな、でなんか融合ちょっとできたかなと思って、すごいなんか面白いなと思って、うん、担当取りながらずっとやってきてるわけじゃないですか。今のトラ君はやっぱそこだからやりきったのはやっぱすごいっていうか、アトムの変化、と同時にトラもすごい進化、圧倒的に努力した結果だよね。